国内外85カ所に大谷登場。規模やばすぎ。1100億円男がもたらす絶大な広告効果。ニューヨークのど真ん中にデカデカと登場する飲料大手メーカーの伊藤園は30日、おいお茶のグローバルアンバサダーである大谷翔平投手との新たな施策として6月に、国内外85カ所以上の屋外広告ジャックを行うと発表。規模やばすぎ。世界の大谷翔平さんだ。とネットも騒然となった。海外では、ロサンゼルスや韓国、台湾などでも掲載される予定。大谷がヤンキース戦でニューヨークを訪れる予定の現地6月8日から10日の期間もタイムズスクエア掲載されている。多くの会社が大谷を CM に採用しているが、大谷を見て思い起こす会社や商品はバラバラで、当初期待したほどの効果があるのだろうか。今回伊藤園が85箇所に大谷と伊藤園の商品のポスターを貼ったら、大谷が CM 出演している他の企業の商品の印象は薄くなってしまう。また JAL は大谷とサポート契約、 ANA は大谷がいるロジャーズとオフィシャルジャパニーズエアラインパートナー契約を締結し、実質的に同業2社が大谷を企業 PR に採用している。これでは差別化できないのではないか。きっと引退した後も何千億円も稼ぐのだろうな。投資などもプロに任せるだろうから、高齢になる頃には資産1兆円とかになっていそう。そこまで言うほど効果はないと思う。キャンペーンとかつければまた別かもしれんが、大谷翔平ぬいぐるみミニキーホルダーとか、ルックスが良くな客の規模にはならないよね。実力、人格、ルックス、普通なら3つのうちどれかが欠けてしまうよ。1000億なんて2年足らずでペイするという、野球以外の方が断然巨額の利益を呼ぶ。大したもんだよ大谷翔平。お茶谷さんとかいう人いるだろう。